河野弘明は、日本の右翼活動家、政治ごろ、政治運動家、総会や、宮崎県固有軍出身。公職追放解除直後の1952年から、選挙闘争に着手し、当初は、保守政党からの立候補を模索した。地元の宮崎では、高い知名度を誇り、共産党の公認、推薦候補を、 得票数でたびたび上回るなど、参議院議員通常選挙の全国区でも検討を続けた。しかし、1970年以降の東京都知事選挙や参議院議員通常選挙の全国区では、並みいる諸派候補の中に埋没して上位進出は果たせなかった。長く伸ばしたあごひげがトレードマークで、選挙のスローガンは日本一公明選挙の河野博明であった。 おおむね一人一党の政治団体、新党法壊あるいは無所属での立候補だったが、1976年の第9回参議院議員補欠選挙では、同郷の有田正則が率いる国民政治連合から出馬している。1975年東京都知事選挙に同時に立候補した秋山雄徳大使によると、政権放送、選挙広報、 立ち会演説会以外の活動は行わず、選挙期間中のみ、有効の交通機関無料パスで、東京見物をするのを楽しみに、毎回上京していたという。晩年は、台湾守護会を名乗り、上りを立てた自転車を買って、小介席への法案を訴えていた。参議院議員通常選挙結果朝1974昭和49年7月7日、 執行大阪府選挙管理委員会1974年63ページ中野聖郷の東方会との関係は不明。台湾を守る会ともありがとうございます。